状況は、おそらくあなたの脳裏に浮かんだものと同じよ。ドニアザードが消えた？消失したのは、本物のドニアザードの意識よ。過剰なまでの夢の搾取に意識が耐えられなくなったようね。なんで？彼女は少し本来のドだから。でも、確かに忍ただ。確かドニア。ええ。私はただ、彼女に生命を再認識するための英知を少し与えただけ。彼女も自我を有することはできる。私はまだまだよ。少し少なくとも私は。全部あの。これは、自分。そんなこと。このような儀式だな。この過信た、つまり。そうなの。ここがその人だったらその人。想像？ここで言うそ。例えば、でも、夢も自然と。でも、今の状況において、夢の主には、自分、その人に一。でも、どう？それに、ほら、確かに、とても、あなたたちが、外？ええ。さ。はぁ、あんないいやつで、そうだな。でも、旅、そういえば、さっき思ったんだけど、で、お前は誰が夢の主だと思うんだ？おお、まずはそい。来たのですか。前は慌ててどこかへ行ってしまいましたが、何かあったのでしょうか。いや、気にしないでくれ。それより説明が難しいんだけど、オイラたちの実験に付き合ってくれないか。実験？また急ですね。どんな実験をするのです？何か願い事ってないか。願い？過信探査に願い事をするイベントなんてあったでしょうか。そういうのは気にしないでいいから。わかりました。今の私の願いは、少しお恥ずかしいのですが、ドニアザードお嬢様を元気にすることでしょうか。先ほどあまり機嫌が良くないように見えました。誰ともお話をしたくないようで。ですが、以前はこうではなかったんです。優しくて気配りができ、子供たちからも好かれていたんですよ。それにもしかしたら、私に花の騎士ファーリスをやらせたのも、私が特別な存在なんじゃないかなと思ったりもなんかして。お前、まさかドニアザードのことが好きなのか？え？そんなにわかりやすかったでしょうか。確かに今の言い方は露骨だったかもしれませんね。お嬢様はあの時、人々に笑顔で過信探査を過ごしてほしいと言いながら、私に花の騎士の帽子をかぶせてくれました。しかしお嬢様は知りません。私は他の方の気持ちなんてあまり気にしていないと。あの時の私はただ、彼女の花の騎士になりたかった。50年でも、100年でも。おっと、すみません。勢いに任せてこんなお恥ずかしい話をしてしまって。さて、私の願いは、ドニアザードお嬢様が笑顔で私の目の前に現れる、です。今から願い事をしますね。目を開けますよ。あ、これは。え？パッチ。ダメじゃないですか。ヤルダーキャンディーは一人一つまでだよ。
早くお帰り。結局叶いませんでしたね。まあ私の目の前にいなくても元気であればそれだけでいいんですが。どうやら夢の主はこいつじゃなかったみたいだな。やっぱりそう簡単には見つからないか。でもドニアザードを知ってる人たちはみんなあいつのことが好きみたいだな。でもみんなの知らないうちにあいつは。お嬢様、下がってください。ティシアの声だ。そっか、この時間はちょうどドニアザードが人さらいに会った時だ。うえ、でもそれはティシアがやってくれるんじゃ。あ、おい旅人。それおっと、あんたか。ちょうどいい時に来た。お嬢様を。おい、これは私の仕事だ。風魔池から金が出されてるわけでもないだろう。わかった。何を苛立ってるんだ。私は何も、あんたの実力を疑っちゃいないんだが。いいだろう。くれぐれも気をつけろよ。助っ人を呼んだのか。無駄なことを。死にたいようだな。まめきなさい。それよっよっ、それはい、目には目を。はっよっはっはっよっ、負けを認めよう。しっかり立ってな。結霜せよ。はい、それ次こそ最初に。わめきなさい。それ砕け散れ。はい、それ旅人、お前完全にあいつらで鬱憤を晴らしてたよな。はあ、お前もナヒーダもトニアザードはそんなお前たちを見たくないはずだぞ。そうだ、そういえばオイラ一つ思い出したことがあるんだ。初めて家臣探査に参加した時、つまりまだ輪廻に入ってなかった時のことだけど、オイラたちとドニアザードってここへ何か取りに来たよな。確か忘れ物をしたから取りに来たって言ってたような。オイラの記憶力もなかなか悪くないだろ。それにあいつはこの近くに住んでるってのも覚えてるぞ。家臣探査の前夜に教えてくれたよな。おう、どんなに小さな手がかりでも海で針を探すよりはマシだからな。ここだ。勝手に人の家に入るのはよくないけど、今はそんなこと言ってられないよな。あれ、窓が開いてるみたいだ。オイラが入って見てきてやるよ。この部屋あいつの仮住まいみたいだからほとんど何もなかったけど、この本が机の上に置いてあったぜ。見てみるか。
これってドニアザードが書いたものだ。ずっとオイラたちを気にかけてくれてたみたいだな。オイラたちがオルモス港にいた時のことも。でも過信探祭の準備って忙しいはずだよな。それにあいつは体が弱いし、どうやらドニアザードは過信探祭でこれをオイラたちにプレゼントしたかったみたいだ。この本が見つかってなかったら、あいつがこんなことをやってたなんて知らないままだった。でも今さら分かっても、もうありがとうも言えないなんて。あ、今度はどこ行くんだよ。旅人、疲れちゃったか？考えてみると、もうここに長いこと閉じ込められてるもんな。ドニアザードと楽しく話をしたのも、なんだかすごく昔のことのように感じるし。時はみんなここに座って、ドニアザードも目を輝かせながら、ニーローの過信の舞を見るんだって言ってたよな。生きていれば必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そうでしょ？今の言葉、過去にドニアザードが言ってたことだよな。まさか。ん？どうしたの、旅人。どうやら相変わらず人形のあいつみたいだ。でもさっきのは一体。え、今度はどこに行くんだ？これ以上続けるのなら、過信探祭の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな。私たちのためにそんなことしなくて大丈夫だよ。この人は教令院の賢者なの。あなたまで巻き込まれたらどうするの？旅人？旅人
いきなり何やってんだよ。もし教練員の人に捕まったら今日一日が無駄になっちゃうだろう。あれ、こいつら反応がないぞ。びっくりして声も出ないのか。あ、そうか、これが賢者たちの計画なら自分たちを巻き込むようなことはしないよな。つまりこいつらも代替品なんだ。どういうこと？大賢者たちがどうしたの？象徴する花だからね。でも残念ながら本当のパティサラは家臣様が制御されると同時に絶滅してるの。そうね、マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパティサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。鮮やかな赤紫色、これって伝説にある本当のパティサラだよね。今まで気づかなかったけど、まさかドニアザードが見つけてきてくれたのかな。でもお前言ってたよな、この花は家臣が逝去すると同時に絶滅したって。まさか。うん、一体どういうことなんだろう。え？あなたたち、なんか変だよ。でも、わかった。やってみるね。夢の主に自我の意識を芽生えさせる必要があるんだよな。どうやってニーローに気づかせてやればいいんだ。私、夢を見てるんだよね。え？やっぱりね。家臣誕祭を敬虔に祝っていた私たちにクラクサナリデビ様が答えてくれたのかな。間違ってるけど完全に違うとも言えないな。でもなんで夢だって気づいたんだ。お前の認識だとスメール人は夢を見ないはずだろ。あなたたち、一人目の賢者の物語は聞いたことあるかな。最悪から逃れるために送信を探す旅に出た人の話なんだけど。おう、それなら聞いたことあるぞ。オイラたちがスメールシティに来たばかりの頃、ドニアザードが教えてくれた話だ。その旅に出たやつが一人目の賢者なんだよな。ええ、でもあなたたちが聞いた話では彼は一人目の賢者にまだなっていなかった。その物語にはまだ続きがあるの。彼の敬虔な心と英知は送信に認められた。だから送信は彼に祝福を与えることにしたの。一人目の賢者の前に現れる
さまざまな不可思議な光景。それはまるで全世界の知識が具象化され目の前に現れたかのようで、彼を魅了した。どれくらいの時が経ったのかはわからないけど、彼は自分に理解できる知識をすべて掌握した。その後彼は送信にこう言うの。両親や妻、子供に会いたい。もう長く家に帰っていないから、きっと心配しているだろうと。送信は微笑むと、次の瞬間、賢者は自分がベッドの上で横になっていることに気づくんだ。まるで夢から覚めたかのようにね。それで、そばにいる妻がこう言うの。今日は送信を探しに出る日よね。気をつけて行ってらっしゃい、あなたって。それから、一人目の賢者は、スメールシティに訪れていた災厄をいくつも解決し、教令院を設立するんだ。めでたしめでたし。つまり、一人目の賢者は、物語の最初からずっと夢の中にいたのか？というか、出発すらしてなかったんだな。うん。きっと、彼の敬虔な心と決意が送信に届いて、夢という形で祝福を授けてくれたんだと思う。なるほどな。お前の考えは分かったぜ。確かに面白いけど、オイラたちも早く目を覚まさなきゃいけないんだ。物語の中の賢者みたいにな。そうなんだ。ちょうど今日の過信探査も終わりを迎える時間だね。せっかく夢の中にいるんだから、最後の過信の舞は少し派手に踊ってもいいかな。みんな、私が家臣の舞を神へ捧げるね。すごく眠ってた感じがするぜ。頭がクラクラする。寝すぎたのかな。昨日の夜オイラたちどうやって寝たんだっけ。確か
家臣探祭が終わってから、家臣探祭、オイラたちもう家臣探祭の輪廻から抜け出せたんだよな。早くまずはアーカーシャ端末を外そう。よくやったわね、旅人、タイモン、それと、ありがとう、ドニアザード。私のために、家臣探祭を開催してくれて。あなたは、ドニアザード！無事だったのか！オイラたちを脅かすなよ！ああ！旅人にパイモン、ちょっと聞いてよ。私ね、夢を見たの。夢の中でニーローが家臣の舞を踊ってたのよ。ナヒーダなんだろう。通りで家臣探祭の会場で会ったとき、キャサリンの様子がおかしいと思ったわけだぜ。それとドニアザードのこともお前が助けてくれたのか。それは話すと長くなるわ。それに今は病人の休息を邪魔しない方がいい。彼女の精神はまだとても衰弱しているから。場所を変えて話しましょう。旅人の大好きなあのベンチの近くでいいかしら。一体どうしたの？私を見た途端そんなに興奮するなんて一晩会ってないだけじゃない。実は一晩だけじゃないんだ。ん？おかしいわね。私、そんなに眠っていたかしら。ダーリで、頭がこんなに痛いはずだわ。まずはドニアザードのことから話そうぜ。本当に無事でよかったな。ええ、家臣探祭の最後の日、私はあなたたちと別れた後、シティの外に行って旅人が話していた光景を見てきたの。無数にある無境の中、だんだんと薄れていく夢を見つけたわ。それは私の推測を裏付けるものだった。ドニアザードがアーカー社による夢の搾取に完全に耐えられなくなった後、その意識は散逸してしまった。だけどそのおかげで逆にアーカー社の掌握から逃れることができたの。でもわずかに残った意識も長くは続かず、本来自分があるべき夢へと戻る。そしてそれは無境と共に薄れていくの。消失してしまうまでね。私は全力でドニアザードの無境を維持したわ。けど長くは持ちそうになかった。その時、あなたたちがリンネを破ってくれたの。つまり、オイラたちが一緒にドニアザードを救ったってことか。最後の最後で間に合ったんだな。あら？どうして二人とも嬉しそうに笑っているの？
こういう時は感動で涙を流すものだと思っていたけど、もっと観察を続けないといけないわね。どっちでもいいんだよ。そういうのは人によるんだ。さて、それ以外にもまだ多くの疑問があるんじゃないかしら。あなたたちは私の敬虔なる信徒を救ってくれた。そのお返しに私も全ての答えをあなたに与えるわ。旅人はアビディアの森にいた時、お香の影響で気を失ったんだ。その時、巨大な木と赤い空を見たって言ってた。それに加えて一人の声が聞こえた。そうでしょ。キーワードは世界と忘却かしら。そうそう、やっぱり知ってたんだな。ずっとそれが何なのか聞きたかったんだ。赤い空ってカーン・ルイヤと関係してるのか。どうやら旅人は世界樹とつながったようね。それは世界樹の中にあるマハールッカ・デバータの意識の残骸が残したメッセージ、もしくは彼女が死ぬ間際の最後の記憶かもしれないわ。知っていると思うけど、マハールッカ・デバータはカーン・ルイヤの最悪の後に失踪したの。だからタイミング的には合っているし、あなたたちの疑いは理にかなっているものよ。マハールッカ・デバータが残したメッセージ？オイラたち、てっきりあのスカーレット・キングの方かと思ってたぞ。スカーレット・キング、あのさらに前に亡くなった魔人？今もまだスカーレット・キングを信仰している砂漠の民がいるから、きっとそういう噂を耳にしたのね。そうなのか。じゃあ、あのメッセージの内容はどんな意味だったんだ？私にはまだ解読できないわ。たとえ今のアーカー社が持つ能力を使ってもね。マハールッカ・デバータが世界樹に残した意識は、まるで汚染されているかのように非常に危険な気配を含んでいる。たとえ修行を積んでいるあまたの学者たちでさえ、それに意識をつなげると完全に狂ってしまうの。私が何度も教令院に警告しているにもかかわらず、未だに被害者が後を絶たないわ。でも世界樹を救う鍵がその中にあると私は信じている。だからこそその解読を諦めてはいないわ。幻覚で見たあの木が世界樹だったのか。ティナリも言ってたよな、世界樹が病気になったって。もしかして汚染された意識のせいなのか。でもお前ですらあの幻覚の意味がわからないなんて、オイラたち無駄足だったってことか。旅人はあの意識に触れても全く影響を受けなかった。そんな人は初めてよ。あなたがいてくれたら、もしかしたら解読することができるかもしれない。いえ、私たちは必ずその中にある秘密を解き明かさなくてはならないわ。実はすでに世界樹に影響を及ぼしているかもしれない要素を全て排除してあるの。だから残るはこの一つだけ。これは世界樹のテイワットの存亡をかけて挑戦するクイズよ。厳密に言うと、私はアーカー社を媒介にしてキャサリンの意識を占有しているの。そんなのどうやってやるんだよ。キャサリン、なんかかわいそうだな。他の人の意識も占有できるのか。アーカー社端末をつけているものなら、理論上は彼らの脳裏に入ることができるわ。アーカー社はマハールッカ・デバータの遺産、そして私はクラクサ・ナリデビであり、最初のアーカー社端末でもある。私の意識は常にアーカー社につながっているの。でも私は常にスメールの民の自己意志を尊重している。彼らの意識を占有したことは一度もない。必要な時は
このスネージナヤのバイオニック人形を借りているわ。え？ちょっと待て。なんか今、さらっとすごいことが判明しなかったか？キャサリンってそうだったのか。道理で変なところが多かったんだな。でも、お前自身の体はどうしたんだよ。なんでずっとこんな方法を使ってるんだ？確かお前って、スラサタンナ聖書に住んでるんだよな。それは、かなり昔のことから話さないといけないわね。マハールッカデバータが消えた後、賢者たちは生まれたばかりの私を見つけ、スメールに連れ帰ったの。当時の私は、幼く無力だった。賢者たちは守るという名目で、私をスラサタンナ聖書に閉じ込め、ほとんど関わろうとしなかった。でも私には分かっていたわ。本当に見つけたかったのは、マハールッカデバータの聖教を裏付ける私ではなく、マハールッカデバータそのものであったことを。どれほど賢者たちが、それを望んでいたかをね。つまり、賢者たちは自分たちの新しい神を軟禁してるってことか？そんなことするなんて。どうして懲らしめてやらないんだよ、ナヒーダ。ある意味では、彼らは間違っていないの。マハールッカデバータは全知全能。命が尽き果ててもなお、アーカーシャはこの国に力を授け続けている。それに比べて私は、知恵の神の名を担ぐには到底ほど遠い。国を統治するにも、教令院の方が長けているし、私の存在に、それほど大きな意味はないの。そうそう。ナヒーダには、もう信徒がたくさんいるし、過信探祭の日に参加した人たちも、みんな心からお前のことが好きなんだぞ。そう言ってくれるなんて、ありがとう。でも実際、意識をアーカー社につなげられる私には、身体的な自由は必要ないの。私にとって、世界樹を救うことこそが使命であり、最優先事項。その方法を探しながら、一人前の神になれるよう尽力するわ。時々、知恵の神の責任を担って、道に迷った民を導く。それだけで、十分なの。教令院によるスメールの統治に、大きな問題は一度もなかった。彼らが正しい方向から逸脱したのを見たのは、これが初めてよ。一体何が起きたのか。何の目的があって、彼らをそうさせたのか。ここにいる人々は、ほとんど異変に気づいていないけど、旅人が過信探祭の輪廻を破ってくれていなかったら、本当に深刻な事態になっていたかもしれないわね。私もアーカー社を通して調査したけど、疑わしい資料は何もなかったわ。主要な人物もアーカー社端末をつけていないようね。おそらく、彼らは意図的に何かを隠そうとしている。そういえば、ガンダルバー村にいた時、一人の賢者がティナリをあるプロジェクトに誘ってたけど、まさかそのことだったのかな？とにかく、賢者たちの意図を調べ、それを正して罰することを優先しなくてはならないわ。それと同時に、ヤブをつついて蛇を出さないよう気をつけないと。アーカー社のせいで、夢を見ないことかしら。そうだぞ。こんな長い間、誰もおかしいって思わなかったのか？気づかないのではなく、気にしないの。根本的な原因は、賢者たちによるミスディレクションよ。ミスディレクション？賢者たちは人々に、夢を見ないことが理性と英知の表れであり、スメール人の栄誉だと思わせているわ。けれど実際は、ただアーカー社によって、夢が収穫されているだけ。賢者たちはそのおかげで、
アーカー社を最大限に利用することができ、過去の研究をよりスムーズに進められるようにした。それに、当時マハールッカ・デバータがアーカー社を創造したのも、それを有効に使ってほしいと思ったからに違いないわ。だから私は、この件に対して、これといって大きな異論はなかったの。こうして、賢者たちの主張する考え方は、疑いの声をかき消した。ひいては、アーカー社端末を一度も使ったことがなく、夢を見られるスメール人さえも、それを口にしてはならない恥だと思うようになったの。そう。私の回答が、求知者であるあなたたちに満足してもらえることを願っているわ。実は、ドニアザードの消えかかった無境を維持していたとき、私の精神力にも大きな負担がかかってしまったの。だから、少し休まないといけないみたい。その間、賢者たちの行動は、それほど心配しなくてもいいわ。過信探査のリンネのような大掛かりなこと、アーカー社が短期間で二度も行うことはできないから。おう、寝てていいぞ。オイラたちが見守ってるから、安心しろ。ふふ、頼もしいわね。はぁ、こんなに疲れた誕生日は、生まれて初めてだったわ。ん？旅人さん、パイモン？私はどうしてここに？何か知っていますか？無憂ってやつじゃないか？ほら、無憂してる人を呼び覚ましちゃダメだって言うからな。オイラたちは、ここを通りかかって、お前が起きるのを待ってたんだ。そうだったんですね。そろそろメンテナンスの方を探さなければ。ああ、大丈夫です。私はすぐに戻りますので。ありがとうございました。